なんかね、生なの？緊急する。そろろ。だるま。しまってくれたの？ここのやつ。そろろ。そろろ。ね、ご飯はこれ。そらちゃんに。リンゴ切ってあげて。せかじな。あれこれ古いのあったっけ？息子がね、成人式で入ってきてます。よいしょ。はい。そらちゃん、てってごろん。てってごろんして。はいはい。うん、ごろんごろん。ごろろん。そろろ。なんか言った今。あれ聞こえた？でもね、これね、お姉さんの喋りがあるとね、なんか全然違うんだよね、なんか。ですか。うん、いや、美しい。ビューティフル。うん、そろろ。衛生ってなに？あ、衛生って何だっけ？あの人たち。ん？なんか食べる？ね、せっかくだから。君にしちゃして。出演料をあげる。ちょっと待ってね。それちゃん。よいしょ。あれ？時間かかるよ。あと15分だよね。かかるよ。これ。はい、そろろろろ。あれ？はいはい。はい、そろろろろ。よっ、おぉ、ナイスキャッチ。そろろ。よいしょ。あれ。そろろん。ちょっといいっすか。ちょっといいっすか。よいしょ。ね、はい。え？こっちこっち。はい、これ。あれ？落ちてないな。これ？おお。すごーい。すごーい。すごい。このテストに合わせてるから、でも、もうさらっとしか私は見てないわけ。冬休みのなんとかっていう、そこで、なんか計画みたいなやつをやってて、うん、それに書いてあったのが、8ページから13ページって書いてあったの。にゃん。だからにゃん。うん、おっ。て、おぉ。はい、て、反対の手って。はいはい。中は？中はい。手食べてる。はい、じゃあ。うん。いや。あ、歯医者さん何時から？4時から5時の間。それって何？あそこは何時からやってんの？診察時間？え、そんな早いの？だから服脱げよお前。暑いや。そこゲップをしたあなた。ね、ゲップをしたあなた。ね、ね。ね、ね。なんすか？え？はい。ちょっと待って。じゃあこれ。はい。待って。あ、待ってねえな。なんか退化したか？うん？とりあえずまあ座れ。らしいよ。と言いますと、何でしょう。ああ、なるほどね。納豆は？納豆あげた？納豆あげてない。
最近なんか納豆飽きたとかって噂もあるし。飽きたの？はい。やん。おお、最近上手になったね。やるね、兄貴。わからない。あのね、あんま目立たないんだよね、あれね。でも私は首が光ってこんな感じだった。もともと柄がいい子じゃない。シャルロウ、あれだよ、シャルロウ、今日から俺まで出てくるような子。単乱に足元をこんな感じで恋が絶対大するロックンローって感じの人たちがいたわ、いっぱい。あ、ねえ、邪魔しないで。今も学生じゃない。今もそれ知らないよ、あそこ離れてます。ねえ、痛いよけど。あとは、あとは女子だと一番良かったのは白百合。何それ白百合なんて。もっと東京の白百合って一緒だよ。なんかそのレイコですか。ママは白百合っていうよりも小鹿っていうよりも私第三女子高等だから。